若草公園は、大分県大分市中央町にある都市公園である。1952年3月31日に開園。大分駅や、セントポルタ中央町、ガレリア竹町等の商店街に近く、面積が比較的大きいことから、古くから大分七夕祭り等の各種のイベントの会場として利用されてきた。 1993年に開始された大分市中心部の5つの公園のリフレッシュ事業のうちの第3弾として船内アクアパークジャングル公園に次いで改装が行われ1998年5月29日にリフレッシュオープンした公園リフレッシュ事業では花をテーマとして花壇や芝生面積が拡張されたまたステージが新設され その地下には457大収容の駐輪場が設けられている。公園内には、朝倉京子作の平和のわらべ設置及び岩尾淳作の果敢5月設置の2体の彫刻が設置されている。また、改装前には、クジャク島を飼育する小規模な動物の飼育、展示施設もあった。毎月第3土曜日には、チャレンジマーケット、 街中市場が開催されている。C55 系蒸気機関車公園内には国鉄 C55 系蒸気機関車が生体保存されている。この蒸気機関車は1937年に製造されたもので、1971年まで主に日本本線で旅客列車に使用されていた。1972年に大分鉄道管理局から 大分市に無償で対応され、大分駅からの約700メートルを仮設線路を敷いて一晩かけて公園まで移動。4月11日から展示された。大分市内の小中学生から募集して、戦国時代の文豪国の大名、大友義重にちなむ、総林、郷という名称が付けられている。1998年の改装に伴い、 屋根などが整備されるとともに、全面塗装が行われた。2016年には、約20年ぶりに、全面塗装が行われている。また、公園改装前の1996年までは、蒸気機関車の他にだいぶ交通別台線の500型、ワンマン車も、生体保存されていたが、公園の改装開始に伴い、佐野植物公園に移設された。ありがとうございます。